お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、今日もなんですけど、今試合終わりにホテルにいるということで、同じ部屋に焼き鳥と今一緒にいて、そう一緒にいて、その焼き鳥と僕はですね、2v2 で今行われているクラロアリーグという大会で 2v2 ですね、まあ、2対2のペアでずっと一緒に今やってきてて、無敗なんですよね。今 BO3 の試合をやるんですけど待って、雑談してる場合じゃねえ、ちょっととりあえず 2v2 をやります。 2v2 やります。でこのオールゴブリンで、焼き鳥もこの、まあ、スペルが違うだけの同じゴブリンで、いやこれ普通に割と強い説ある。いや本当にあるマジでオールゴブリンデッキの 2v2 をいきたいなと思います。でさっきの話なんですけど、 BO3 の試合をやるんですけど、その試合、まあ、BO3 の中では負けたことあるんですけど、結局その結果的にセットではですね負けたことがなくて、今6セットもう6セット無敗ですね。マジでもう世界最強ペアワンちゃん、勝手にも言っちゃってるんですけどっていうぐらい本当にすごいペアだと思ってるんで、自分たちはなんでマルチぐらいならね、こういうデッキでも実際にこれ喋ってやってますしね、多分どんなデッキ使っても負けないんじゃないかと思うんですけど、まずマッチングしないね、遅いね、ひどい、いやほんまにひどい、マジでこれがねもうしんどい。で、すっげえ取る低いの高いそれキング3つぐらいついてる、キング13来てほしいね、そしたら勝ちたい。よし、じゃあ来た来た、タイミングいい、くしゃジュニアあ、で、焼き鳥がロケットウッドで、僕がポイズンサップですね。俺バレル次あるよ。オッケー、じゃあ俺ゴブが置きます。よしよし任せる任せる任せるあ、ちょっと待って、いや、よろしくよろしくよろしく、俺引きゴブできる、なんで俺がやるで、あんたムート3ってやばくない、これレイジもやばくない、待って待って待って、これ落ちた説ない、一人さっきは諦めてるまで、これもう 2v2 あるあるなんですね。このキングタワーとかを見たりした瞬間に一人が落ちるっていう、もういや、まあ、まだ分からん、まだまだいける、ためとる説ある、ためとるって、ためとるってやばいやばい、よろしくよろしく、よしでバレ飛ばすよ、オッケー、いやマジでゴブリンしかいないけど、これだって勝ちましたもん多分、雰囲気もう勝ったよな、本当にもうこれはキョウキョウさんに感謝ですねやばい、アウトロ1出てきたやばい、もうこれはやばい、本当にもうちょっとやっちゃいましょうか、もう3くらい行こう、本当にちょっとやっちゃいましょうということで、もう相手が諦めるぐらいオールゴブリンが強いと、もうどんどん出てくるゴブリンしかおらん、やばすぎでしょ、マジでゴブリンしかいない、やば、まあまあで、さすがにこれは、まあ、ダメや、まあまあまあ、相手が相手でしたね。ということで、再戦。次、再戦で行こう。もう再戦で行こう。そこ待ちろ。あ、宝箱が美味しい。いいね。よし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 。ということで、2戦目ですね。で、この、まあ、ゴブリンデッキは実際の大会では、さすがに使わないですけど、いや、ワンチャン、ワンチャンはないこともないですね。今度、ああ、待って、ナイス、ナイス。でも、この実際、ゴブリンバレルを使ったデッキは使ってるので、それもし見たことないっていう方がいれば、その、クラッシュロワイヤル、YouTube かな、クラッシュロワイヤル、クラロアリーグって検索してもらえれば、出ると思うので、あ、俺一つで。OK。ぜひ見てもらえたらなと思います。バレル、ああ、俺、吹き矢、吹き矢だ、吹き矢だ。じゃあ、俺、遅いね。じゃあ、もう、そっちタグ取っとった。おぎおぎ、あ、まあ、おいしいおいしいおいしい、あ、まあ、俺も引きゴブ出すで、あ、オッケーオッケー、で、このプリンセスを多分プリンセスでいいや、プリンセスでやられないや、解約や、ちょっと待って、え、プリンセスを耐えたやりゴブ強すぎ、ちょっと待って、ポイズン打っていいこれいいよいいよ、そんな優秀なやりゴブいる、外役や、あ、でもやりゴブももうあのなんか今度から月1で、あ、これザップツ、ザップよろしく、やりゴブ出した、あー、俺ギャング出しちゃった、あー、ぐーしんどい、うっぴー、オッケー、あー、割と渋くね、これ、いや、これは勝ちたい、え、はい、真面目にこう、真面目に、俺今ずっと真面目にしとる、え、あ、ん、ちょい、ちょい、左側処理して、左側、オッケー、オッケー、オッケー、この完璧な、あー、ザッポシ、
おい、もう向こうも完璧なし、何何したのしっかり。これはあ、やり込み出して五分の一が悪い説、やり込みの一は、しっかり、おそういうとこやで、すぐそういうこと言うやん。仲間のそういうプレイはバカにするのよくない。このポイズン完璧。逃げちゃえ仲間なのにすぐそういうこと言うやん。やで続くね、ゴブリン。もうこれ ほぐ読みギャグでした。じゃあね、ロックウッド転がしても、あ、まだ待つ、あ、いやもういいよ、やっちゃった、あれやりゴブ倒せんけど、あのプリンやばい、あのプリンとやりゴブは、やりゴブが勝っちゃいますからね。よしよしよし、最悪極まりない。これあれが出る、ポイズンポイズンポイズン、いや、これ、あ、ポイズン持ってんのラットや。おっとあれ俺に言うな。しっかり、でこのここの吹き矢が強い、そしたらもう左側にチクチクチク、オーケー、相手諦めさせてあれない、いや、ない、これもうやりこぶとかいっぱい出して、もう大量のやりこぶ集団で襲う、もうザッギャング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 、これベビドロクソじゃん。あー、気持ちいい、気持ちいいじゃねえかさ、相手やん。相手が今の気持ちいいやん。あ、これ いや、この吹きは強い。おいしいおいしい。からの、オッケー、ジャップ。おいしいおいしい。ちょ、落としたい。落としたい。いや、俺ロケットあるから。もうロケットで、あ、いや、ん？あ？落として。気持ちなんか落としたい。オッケー、オッケー。守りたい。気持ち守りたい。あ、守れ。守った。気持ち守りたい。オッケー。なんじゃこりゃ。何を競ってるの。でも真面目に、ゴブリン強い。ゴブリン強いな、うん、最強や感じ締まりね、うん、はい、ということで今日のチーム焼き鳥さんとつぶつやってみました。ぜひ、ね、まあ、友達とゴブゴブでつぶつやってみてください。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。バイバイ。